でもドリブルするなってチームだったらこれさ、この努力は評価されないよね。これさ、もったいないから自分の努力をすることをもうちょっと大事よ。これ努力で会えちゃったけど、どういう風に評価されるのかっていうのは常に考えた方がいい。例えば、できました。で、評価っていうのをちょっと覚えてるんですけど、評価とかって何？評価、いい悪いとか。で、評価って、選手がプレイヤーだよね。プレイヤーの評価って誰がしてくれるの？コーチ。そうだよね、コーチだよね。コーチ、コーチだよね。で、プレイヤーはコーチに評価されるから、このコーチの、教えてるものスタイル、スタイル、チームのスタイル。例えばドリブルで攻めるチームなのか、パススクリーンしてパスするチームなのか、あとガードが攻めるチームなのか、ポストで攻めるチームなのか、全部違うでしょ。だからこれをまず選手は理解しなきゃ、好きとか嫌いとか得意とか不得意抜きにしてね、チームに入ってる場合で、これを理解しないとプレイヤーは評価してくれない。で、その時に例えば努力をめっちゃしてますみたいな、例えばドリブル1日なんか5万回ぐらいつきますみたいな、もう腕パンパンですみたいな、ご飯食べる箸も持てませんぐらいドリブルしますみたいな、これめっちゃ努力してる風じゃん。でもドリブルすんなってチームだったらこれさ、この努力は評価されないよね。だからちゃんとコーチとかチームに関して何が得意なのかみたいなをちゃんと理解しなきゃ。で、逆もそうで、例えば高校選んだりとか、まあ、中学校からもちょっといろいろ選んだ時に、自分のスタイルとチームのスタイルが別にしちゃうって、例えば、勝ってるチームとかね、勝利がすげえしてるチーム、例えば全国優勝しますとか、で、これ優勝してるチームがいい悪いとかじゃなくて、ここのスタイルが何なのかっていうのは自分の進路知っておいた方がいいじゃん。俺も見てる選手でいる、実績で選んじゃって、ただ大学生で、俺は1部が難しいから、でも3部だと微妙だな、だから2部行こうって言って2部行ったんだけど、その監督たちのやってるバスケットと自分のスタイルが合わなすぎて、試合出たら活躍するんだけど、その活躍が評価されない。5分とか10分出たら、その出た分数の得点は取るんだけど、それ自分で取ってるって思われちゃって評価されなくて、最終的に全然最後試合出れなかったやつがいた。そいつはでもアンダー18日本代表候補入ってるから、で、日本代表の高校生のジュニア入ってたんだけど、大学ではそういう風に評価されちゃって全然出れなかったって。それさ、もったいないから、自分の努力をすることはもうちょっと大事よ。これ努力で会えちゃうんだけど、どういう風に評価されるのかっていうのは常に考えた方がいい。超上手くても、例えばこれ喋ってる時にめっちゃ喋ってるとか、めっちゃ寝てるみたいなやつとかって、例えばそれって学校とかもそうなんだけど、俺はクラブチームで大変だと思うのは、勉強とかもそうだと思う。ある程度ちゃんとそのやらなきゃいけないこと、私生活でやらなきゃいけないことをちゃんとやってるから、プレーに影響出る。例えばゴミが落ちてたらゴミを拾うとか、来た時になんかバッグブワーって開けたまま、なんかバシューとかブワーってなってるまま練習始めてってやるとかするともったいないじゃん。そういうのがプレーの最後とか出ちゃう、雑さが出ちゃったりする。ゲーム出てその最後の瞬間タイムアウトだけ話聞いてみるのか、先生の前だけ話聞いてみるのか、そうじゃなくて、そういうのってやっぱり、例えば高校とかだったら、ね、先生同士で回ってるから、マジで中学校とか高校とか、あいつ授業態度悪いですよとか俺はよく聞くからさ、高校とか行ってるからさ、あいついいんですけどね、私生活がちょっとねとか、やっぱその出ちゃうから、それは常にプレイヤーであるうち、引退するまでね、プレイヤーであるうちはコーチと周りの人、これプロになりたかったらプラスファンなんだよ。プロになりたい人この中でいるとしたら、ファンから見られてる、だから私生活とか全部見られてるするから大変よ、プロは。本当超大変なんだよ。小学生だろうが中学生だろうが、できることだけでいいから、みんなだったらお父さんお母さんとかに例えばありがとうとか、頑張ったよとか、文句言わないこと、なるべくポジティブな言葉かけるとかは俺に繋がってくると思うから、そこら辺意識しちゃってね、意識できたら頑張ってやって、気づいた時いいから、ね、常に意識すると疲れちゃうから。あの子だってあるよな、りょうすけな。え嫌なことあったらもんな。嫌な時はもうしょうがないです。小学生だからもんな。開き直った時に、あ、ごめんねって思えばいいか。それをちゃんと言葉にしてください。OK。はい、じゃあやろう。